今日のコメント、生活リズム相談いつでも乗るよ。生活リズム教えてくれる先生ですか？でも動画投稿者ってどうしても不規則になっちゃうよね。どうもハルカットです。皆さんスカールドバイオレットやってますか？明日ついに青の円満が配信されますね。そこで今回はイワナに謎の SV と緑の仮面の未回収の伏線について見ていこうと思います。というわけで方の最後まで聞いててください。ついに明日明かされる SV と緑の仮面の未回収の伏線について。いよいよ明日 DLC 第2弾青の円満が配信されるんですが、これまで SV の本編のストーリーや DLC 緑の仮面のストーリーでは明かされていない謎がいくつか存在します。今回は配信直前ということで、これまでのストーリーの未回収の謎について振り返ろうと思います。まずは SV 本編から。1つ目はペパーとマフティフを襲ったポケモンについて。ペパーは主人公と同じ学校で通う先輩で、そのペパーのパートナーポケモンがマフティフなんですが、主人公がペパーと出会った当初、マフティフは歩くことも目を開くこともできず衰弱しきっていました。その理由を聞くと、どうやらエリアゼロにてとあるポケモンに大怪我をさせられ、それはポケモンセンターでも治療することができないようなものだったようです。おそらくマフティフに大怪我を負わせたポケモンはエリアゼロなのでテラパコスじゃないかと思ったんですが、未だに判明していないので、ここは青の円盤でエリアゼロに向かった時に分かるといいなと思いました。2つ目は謎の暗号について。 SV のロゴ、そしてスカーレットブック、バイオレットブックには共通の謎の暗号が書かれています。この4つの暗号は博士の研究やエリアゼロの中のプレートにも書かれていて、形的にタイムマシンや時間、そしてテラスタルに関わる暗号なのかではないかと思うんですが、詳しい説明はなかったのでこの辺も解明してほしいですよね。3つ目は三剣三刀のパラドックスポケモンについて。スカーレットブック、バイオレットブックには幻のポケモンイメージということで、エリアゼロに行った観測隊員がエリアゼロにいたポケモンの特徴をベースに想像しながら描いたポケモンが載っています。そのポケモンは三剣三刀をマズデようなキメラのようなポケモンだったんですが、今のところスイク、ビリジオン、ライコ、コバルオンのパラドックスは公開されているので、残りのエンテイとテラキオンもやはりパラドックス個体がいそうだなと思いました。4つ目はテラバゴスについて。パレリアに使われているテラスタルは10年前にオニーム博士またはフトゥー博士がテラバゴスと接触して、その殻の構造が要因となっていることを発見し、その結晶体のもとにテラスタルオーブが開発されました。なのでテラバグスイコールテラスタルの発生要因ってことになるんですが、19種類目のテラスタルがあることや第3のフォルムがあることも明らかになっているので、テラバグスの能力に関する詳細は青の円盤で分かるんじゃないかと思います。あとなぜパルディアの真ん中に大きな穴が開いたのかもかなり気になるところですよね。3つ目は緑の仮面から。4体目のトモックはいる説。緑の仮面は昔話の桃太郎が元になっているのに、肝心の桃に関するポケモン人物がいないこと、トモックが映るシーンに謎のシルエットがあったこと、焦点に置かれた桃の形の置物、これにより桃モチーフのポケモンは次の青の円盤で出るのではないかと予想しています。6つ目はオーガボンと一緒に来た人物について。北上の里のオーガボンは昔とある人物と一緒に来て山で暮らしていましたが、テラスタルを使用したお面を作ってもらい、それをつけて里を訪れていました。しかしその仮面の噂を聞きつけ、トモックに仮面を奪われそうになり、その男性は一つの仮面を守ったものの他を奪われ、おまけにそこから男性は姿を消しています。まあトモックと戦って亡くなっている可能性もありますが、青の円盤でその男性が登場するという展開がもしあれば熱い展開だと思いました。他にもありますが、青の円盤ではこの未回収の謎は解明されるのでしょうか。明日の配信が楽しみですね。とまあこんな感じで SV と緑の仮面の未回収の伏線についてでした。ちょっとロスチャーチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画へ、せーの、グッディー。